ここいじりなんぜ、私もなあ、分解、分解しにいかってことは、組み立て方も組み立てにいかったはずやが、こういう組み立てしやを、なんでこういうような設計せたろうかいじょたらかもよ、組み立てしも。社長は、そんな先生に設計、設計所、部長方やこういうことだろうか。設計士が言っただろうね。簡単に外すよ。いや、そういう子も汗取れんちゅうことじゃ、そともお前せちょっと。うん。やっせん。そういうか、声が絡まるしゅうか。あ、絡まるしゅうか。絡まるしゅうか。あ、いや、なめちゅうら、そりゃ、12じゃねえちゅうことじゃら。うん。入れんで。これで。回して。そうだろ、これで。これで反対やらええな、緩むとあれはこうパイレンの向きが反対やったらさ、パイレンの向き反対、うん、こっちからこうかませんな、ここは渋い補正感情でそっちでそれにせん向けんな、おうおう、うん、それでかまして、でパイプがあれよかったな、これは長かあとはな、全く舐めたか一回、まああれはもうまあ、ここは舐めんだよパイレンな、おお。なんと手間がいいわけよ、一回外してまた元持ちこんな、で声出せんな、もう声で音がなかったよ、こうはぜ便利やらよ、あのこき真ん中やら棒があんもんやで、うん、あたすかえらんかな、わぜか作業しにくいようにわざとこん、うん、簡単にはぜが直せたろうな、何万で売ったのか EV かーやれや、ほら向かいかーあいこちゃうわけや、ああ今流行っちゃきたちょかったで、うんうん、これは広川動物園にもあったぞ、ああじゃらじゃらまずいだな、それはしゃっくれちょらんな、まだらっちゃったたかしへんのな、しゃっくれちょってさ、まあらんじゃさ、まもう全部ネジ、地上ネジ中ネジは全部外せみりゃよかったわね、地上ちょこちゃ誰かチケたわけやって、こんな人たちがおこんねじがな、こんねじよ、ギリギリこうギリギリやで、ハムっとくかのさんのこら、はい、取れました、はいはいはい、さあ、どうでしょうか、はい、あげみてな、はい、どうぞ、これで取れんな、なっと、うん、だけほら、あー取れたー、うわー取れたー、よかったよかった、もうこれでオープンザドアやな、ポンオープンザプライわでこう、油っこいな、これは昔から油が残っちゃったとか、まあ、まあ、あるけどな、シートから残っちゃったと、でも、我が今降ったしやるしが、そけついちゃったんー、よなにか、あやかもよ、ちゃんとこんなやすげえね、わー、オープン、ちょっと待って、ちょっと待って、こいでよ、はいはいはい、いやいや、こういうのがまたネジで止めちゃう、うん、あったあった、シートアップとかこれも取らないかもね、こ、あここだけでよかな、こういうのって、まあやなかな、なかなかなかあ、まあ、やはめちょばか、女、うん、声ばっか取るや、取るうんよっしゃうん、もう見に来たのか、サッカー途中途中で、なーいごとこんな作り方しょ、どかいちゅう時点でよ作った人は、こんばかにしちゃって、言うたよ、ほらあ、水あ、まあ、なめちゃう、なめちゃうなめやね、あんまりとかたくらんねえからな、現場に行きゃよ、あいもっけ、声もっけ、ちゅうじさんのほうってあるわからんちゅうと、ここはしゃっくりちゅうとか、いやー、曲がらんど、これもなめちゅうね、もうわずか、まあ、しやるし振って15分待たんで、かたちゅうと使用上ちゅうに帰ったから、まあ、あいもっけ、あい、あいよ、こっちも回った、こらおう、回った回った、あいちない、あいちゃあいよ、あいち、そいじゃねえや、あいちなってよな、こっちはちょっと、ああ、まずせ、ネジやまおう、回った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 よっしゃ回った、回ったきちにきしやるし、つけて15分お待ちください、いちうん、よし、じゃあおはい、オープン行きますよ、行きます、はい
オープン。ほら、あ、コードがほら、なんかここコードがつながる。ああ、ソケットがないかなかろうか。あっ。チャレコとそれはまたしっちりってやんね。うん。何かなとこ。おい、ここ。プッシュとか蹴ってね、どんねん。入れんなとかか。あ、回すとか。あ、回すって、ほら。よし。もめでん。あ、こっちはね、ほら。ああ、方向指示器やな。ああ、ウインカーや。方向指示器やちょったら、ほら。一丁前に。一丁前に。もう弾薬が乗ったんやから、チケ見ちょっと。じゃらやけ。ああ、そうか、免許は。免許はなんでいらんと。鍵見りゃ。自転車と一緒。免許も講習も聞かんのな。講習せんのあんなからな、やっぱりな。やっと講習したじいちゃんするとらい。ああ、そうか、そうか。なるたこじゃ、次の日にゃ。でも試験を受からんね。おお、洗濯機と一緒や。あ、洗濯機か、掃除機か。昔のこうして、ほら、よくわかんねえ。あが言うって、大輝あんた。ジュニアが言うって、電化製品になんでやん、掃除機しかあれがついてないんだ。ドライヤーからナイヤーから、あれをつけてくれっつって。見て、エンジンのようなひらひらがちょっと、これエンジンのほう。やっぱ熱のとこやね。熱のったんや。うん、熱対策は大事やち。こんな。これがあれやったらな、なんつけ、EV カーの原点やったよ、これ、ね、これが日生用、テスラ、イーロン・マスクもこれ見て研究したかもな。もうこれそのまま不特性性。なるほど、これな、ちょっとこなち。不特性性つくくれーって言うとるから、二人脱いでなーち。ああ、四人脱いでなーち。ああ、バッテリーやな。日本地上、ほら。ああ、ほんとや、右と左と二つ強い。日本じゃな。中国じゃ意見するわと。しよう。24にしよったのか、直。12日本。おや、その意味がわからん。ちょ、乾電池2つっていうことね。もうその軽トラが壊れたら、大変なことじゃがけんって。軽トラ壊れはねんけどね。ちょっと当たってみよう。まあ、やってみらんな、わからん。こっばっかってやな、まあ、やってみて、壊れてからじゃ。あ、女兄さんが聞いとるやつですか。何、やっと今4ダブル D が復活したところやで。ロックやったな。うん、あ、サイドブレーキンようなもんじゃろうな、ほらな。うん、ユダロマをこれスイッチ替えでピーって音が水後になってるやつは関心やな。中古ちゃんもあっち持っていっと。冬まあ繋がんない感じでこけ持ってこない。はい、軽トラ登場。おらい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 。こっちはったけ。うん、こっちはどう。トップ。邪魔なんところは他に食いまくりゃ。これが通行止めの看板の上じゃなかったな。こいつなっせ。はい。ちっとで動きやよ。バッテリーかいりゃ動っちこっちやな。の、はい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 。ショートするんだからな、こっちは。俺は番号振っちゃっと。今もわからんで。1、2、3、4、1。この太さでよ。お、さあエンジンのかけみてな、腕スイッチ入れみて。はい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 。さあ、スイッチを、スイッチ、スイッチをいけんな、入らんな。うん、運転すんといや、運転すんといやんな。わえらもん流れてらっしゃったな。うん、さっき100をつないだ時は流れたわ。おう、直接流れちゃったのな、この辺やつって。もう落として、こういうの外すってなりゃまあゼロ。これはシャックロで中っぽっ。あ、今下から。おっ、下下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 下アクセルの調整です。あ、中に頼むわ。の、ああ、はい、そう、こいやかもか。調整モードに入りました。アクセルの調整モードに入りました。調整モードに入りました。異常関係。バッテリーは弱かだろうか。調整
ん、調整モード調整モードに入りました。アクセルの調整走行絞り込み駐車警報みたいだな。調整モードに入りました。あ、今こった。走行モードで調整モードに入りました。アクセルの調整でウインカーが繋がったんでなら、そのまあ故障中みたいな。今度は何やったっけ。ないってないやったっけ。ウインカー来いやって。あ、そういやに、ね、繋がってんじゃん。あ、そうなんっけ。あれちょっと待って、ホーム、ブレーキランプまだから動か。ブレーキランプをよ、おう、繋いでみるよ。繋いでみるかな。いけんなってこれ、いけんなってこれ、こうこう。そうじゃ、そうじゃ、そうじゃ。それで、まあ、仮に乗してよ。仮に乗して後ろ席くんか、今日チケンの中はアクセルの調整です。これ握ってな、うん、調整モードを終わります。アクセルモード、異常が発生しました。異常が発生しました。アクセル操作をもう一度やり直してください。アクセル操作をもう一度やり直してください。アクセル操作をもう一度やり直してください。やっちゃうよ。もう声もよ、グーグル式で言葉でよ、言語でよ、はい、発進、止まれとか、ビーとか、五線もらんなお。あれもあんねえわ。肩ってですね、こん前よく今が走り、車止まれてたなよ、ってバツ止まってよ、あんねや。肩ってですね、入れ歯走っちゃったとかね。日が暮れた役は、ダメでしたね。ダメやったな。まあ、考えられる原因は、はい、バッテリーが余波が消えとるやで、38アンペアの12ボルト、で、やっぱり38を持ってこな、純粋つながらないセンターかもしれないな。どうもわからんの、うん、まあそれやらせんのか、12や、まあ、12や、アンペアたらに毎日なんだよかもねと思って。おげん、おげん軽トラやったら30アンペアつけよった。ああ、軽トラやったかな、うん、38、軽トラやっか。ああ、そんたコンタはもう恋で走るわけやろに。あ、そうか。まあ、ということで今日はもうこれでちょっと一旦コンマ持っていきましょうかね。コンマ待ち、コンマ持ってってよ、コンマも、コンマも、もう車でもいいぞ。もうからなんかすぐ行けよ。はい、ということで、はい、まあ、ちょっと次回繰り越しやな。はい。こうやな。はい。はい、ということで、まだまだ、まあ。アクセル操作をやり直してくださいって。声ばっかり言うんだよ。声ばっかり言うんだよ、これ。アクセル操作はもう一度乗り直してください。のちゃはらぐんど、もうお客さん電話すんの、会社に。操作も何も握りばっかりな。はい、おはようございます。おはようございます。怖いな、こう動かんわけよ続きで。あ、ほら鹿児島案内者の皆さん見ちょったらよろしくって先が今日来ていただきました、はい、ありがとうございます。おはようございます。おらばんわけよ、うん、おらばんならない、トップ打ちならばんじ、なんかリセットあったんじゃない、うん、リセットしてくださいっていう時に保温ボタンとなんとかボタンを同時に押してどうちゃらこうちゃらって指示が出るんですよ。いうこと聞かんもんじゃって。あ、もうわからん意味が。何でしたの、そういう舞台って。向かいのテレビは裏からこう見りゃ中に真空かな、こう。いや、でも。ちょっと入っちゃったで、ここやなんやかやあっとけ。あ、これですか、うん、そうですね。基本的にもう全部マイコン制御になってるはずです、この手は。夜中、このせいで故障したんだよ。